クリスティアン・ランデンベルガーはドイツの画家である。ドイツにおける印象派の画家の一人とされる。シュトットガルトの美術アカデミーの教授なども務めた。バーデンビュルテンベルク州のエビンゲンに生まれた。1879年からシュトットガルトの美術アカデミーで学んだ後、1883年から18,887年の間、ミュンヘン美術院で学んだ。当時のミュンヘンには、 新しい美術の担い手が集まっていた。1890年に初めてミュンヘンの国際美術展に出展し、1892年にミュンヘン分離派の創立メンバーとなり、1916年まで分離派の展覧会に毎年出展した。1895年に個人で絵画教室を開き、1899年から1905年の間は、 ミュンヘン芸術家協会の女子美術学校の絵画の教師を務めた。1905年にシュトットガルトの美術アカデミーに新しく設けられた絵画技術の教授に任じられた。初期のスタイルは写実的で暗い色調であったが、1890年以降は色調が明るくなり荒いタッチを用いるようになった。ドイツにおける外交派の画家の先駆けの一人であった。 1893年から1915年頃まで水浴びする少年をよく描いた。1919年以降は版画作品も制作した。ありがとうございます。